疲れ様です。今日ちょっと何やるかって言ったら、検証をします。まあ、何の実験、まあ検証、何の検証をするかって言ったら、塗料の耐久力テストをちょっと自分流とかもちょっとインターネットでググったらちょっとすぐ出てきちゃったんですけど、ちょっとパクってやってみたいなと思って、まあ、実際現場で僕ちょっと11年ぐらい現場作業を行ってきたんですけど、塗料ってやっぱグレードがあるじゃないですか。ピンキリでフッ素があれば、シリコンもあれば、ウレタンもあれば、武器もあれば、もう職人である僕も迷っちゃうんですよね。何がいいのか一番。やっぱりその値段の差っていうのが結構大きくてですね、フッ素って言ったらめちゃくちゃ長持ちしてめちゃくちゃ綺麗になって、でも高いでしょっていう話になるんですよね。まあ、一番真ん中に置いてるシリコンはウレタンとフッ素の間に、まあ、シリコンっていうちょっとグレードがあるんですけど、まあちょっと一般的、全然フッ素より劣ってるとかじゃなくて、ちょっと性能が違ったり、なんかもう難しいんですよ、なんか塗装って。なんか顕微鏡で見たかもよくわからんですけど、なんか化学物質みたいな、なんかこっちとこっちが組み去って組み合わさってみたいな、もうちょっとややこしくて僕もようわからんと。お客さんにもちょっと自信持っても説明したいしなと。高けりゃいいんじゃないの、高いから何か得なの、高いからなんかいいことあんのって言われても説明うまくできなくないですか。正直その難しい言葉で伝えれば伝わるんかな、理解してもらえればいいですけどね。ただまあ実際にちょっと実験してみて、これで分かることがあったらちょっとそれで得じゃないですか。で、塗料の検証で結構いろいろあるんですよ。実験って紫外線にずっと当ててみて行う実験とか、まあ削ってみるみたいな、切ってテープ貼って剥がして密着力とかで、僕がちょっと一番気になった問題は塗料の割れ。よくあのコーキング部分ってあるじゃないですか、建物のシーリングの目地がこうやって、塗料がいかれると思うかな。表面に塗ってある塗料が結局収縮、シーリングが収縮した時についてけんくてバキバキって割れちゃうんだよ、塗料が。はい、そのシーリング部分に塗料が塗った時に、どうしてもシーリングってこうやって痩せてっちゃうんですよ、ギューって。ちょっと建物の動きとかでこうやって伸びたりとか、寒かったり暑かったりでちょっとこうやって縮んだり伸びたり、いろんな動きをするんですよ。例えばそのコーキングを打って間もなく、まあ、次の日とか1日乾燥期間を置いて塗装をかけたとしても、やっぱそのしっかりとした形ができるまで時間がかかったりするらしいんですよ。なんでコーキングの動きに対して塗装がついていけないみたいな、こうやってコーキングもギューって引っ張られてギューっていくんですよ。でコーキングってゴムやもんでギューって伸びますよね。でもそこの上に塗料がこうやってグーってくっついてて、無理ってなっちゃって破れきっちゃうんですよ。その不具合っていうのはまあなくもないんですよ、やっぱ正直。でそこで僕らがまあ対策されたり、まあ、メーカーさんで対策されたのが弾性硬化剤って言って、ちょっと前振りめちゃくちゃ長くなっちゃうんですけど、まあ、二液性ってあるじゃないですか、まあ、硬化剤を一等化の中に入れて使う塗料なんですけど、その硬化剤、普通の硬化剤じゃなくて弾性硬化剤でちょっと伸び率を上げる硬化剤が実際あるんですよ。でそれを今いろいろ塗ってみたんですよね。まあ、何するかって言ったら、まあ、ちょっとこの板にちょっと柔らかい板なんですけど、このペンキ塗ってぐちゃって曲げたら割れるのか割れないか、でそれによってはそのシーリングの目地にちゃんと追従して割れるか割れないか分かるんじゃないかなと思って、ちょっとこれ塗ってみました。でその塗ったんですけど、そのちょっと僕の中のランキングでこの二液シリコン弾性、ちょっとピントが合ってないかもしれないんですけど、二液シリコンの弾性が一番多分破けないだろう、で二液フッ素の弾性が多分その次に破けない。この弾性というのは弾性硬化剤を入れた塗料なんですよ。でその弾性塗料を入れとるもんで、その伸び率が上がってます。上がるもんで多分破けたり、そのぐしゃって割った時にひび割れが出ないんだろうなって、ちょっと予想で、こっから1位2位で、こっちがシリコンの普通です、4位にフッ素の普通で、なんで4位にフッ素が来たかって言ったら、まあ、シリコンとフッ素って、まあ、フッ素の方が高いんですけど、フッ素の方がなんか硬い気がするんですよ。塗料とかなんか塗った後に乾燥した時にもう結構パキっていう、フッ素の樹脂自体が硬いイメージがあって、シリコンでなんかもう柔らかそうじゃないですか、シリコンって。だから僕のイメージはもうフッ素、もう現場でやっても体感するぐらいフッ素硬いなって思うんですよね、正直。なんでちょっとこの4種類を用意してちょっとぐしゃぐしゃにしてやろうと。それでも残った塗料ってのは最強の塗料ですよね。なんで最初から破けてもつまんないんで、破けないであろうものからちょっとぐしゃぐしゃにしていきたいと思います。はい、じゃあシリコンの弾性からいきます。これがちょっと破けるか、切れ目が出てきたら。でこれちなみにあの梱包材みたいな、養生材の段ボールのプラスチック材みたいなので、一応プライマーだけ入れてます。あの密着で破けちゃったらもったいないんで、
ちゃんとプラスチック用のプライマーだけ入れてから塗ってます。じゃあいきますよ。これ絶対僕は破れてます。シリコンでなおかつ男性なんで。いきます。こんだけこんだけベッターンっていっても全然破けてないですね。これわかりますか。これ全然何ともなってないです。すげえなこれ。次横行きます。あ、いい音した。ここ、これわかるかな、これピントが、これわかりますか。これ全然破けてないですね。これどうすか。実際もっとぐちゃぐちゃにいきますか。どうすか。全然ですよね。はい、で次2液のフッ素の弾性硬化剤。フッ素なんでさっきも言ったんですけどちょっと硬いイメージがあるんで、まあ、弾性硬化剤入れてるから、まあ、伸びるだろうなっていう。なので多分これも多分まあおそらく破れないと思います。じゃあいきますよ。まず最初はゆっくり、今これぐらいの角度ですね。これぐらいです。でこれをギューって、あーいけるかなこれ。際どいなこれ。全然余裕だわ。ほら全然余裕、全然余裕じゃないですか。これこっち向きもいきますか。これももう直角ですよ。本当に直角じゃないわ、めちゃくちゃ先とんがるぐらい曲がってますねこれ。でも全然破けないですね。ほら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 破けてない。すごいな弾性硬化剤。やっぱ弾性硬化剤なだけやっぱありますね。もっとじゃあ次ぐちゃぐちゃにいきますよ。何やっとんだろうな俺一人で。あ、ほら全然、あ、ほらほらほら、わかるこれ。次はシリコンのこれ普通の硬化剤。これがまあよく結構現場で使われる塗料ですね。いきますよ。うわ、怖っ。ちょっといきますね。でん、あれあれないですね、これ。全然これぐらい。あ、すごいな、シリコン。ちょっと潰していきますね、さっきちょ。これも結構先とんがるぐらいまで割れない。すごいな、シリコン。これすごいですね。ちょっと次、反対も横もいきますよ。ギュッギュッ。これ全然破れんわ。あ、すごいな、全然破れないですね。全然破れないし、これすごいなって思ったんですけど、ちょっと絵的にちょっとつまらんすよね、これ。破けろやってなりますよね、これ。はい、まあこれは絶対いきますよ、これ。フッ素、フッ素はもう多分硬いもんで、僕の予想は割れます。弾性硬化剤入れたからこそ持ってたんですけど、これも絶対もう割れるっしょ、絶対。いきますよ。破れないですね。破れないですね、これ。参ったな、これ。ちょっと待って。あ、ちょっと今ピシッと。いや、これちょっと違うな、多分これこんなじゃないな。どうしようこれ。ちょっとそれも実験結果か。それも検証結果ですよね。あー。破れない。なんで絶対破れると思ったんだけどな。ちょっと巻きますね。ちょっともうお前必死だなってなってますけど、ちょっと絵的にね、ちょっともう巻き寿司でいきますわ。割れてない。
曲げる曲げるってだけじゃ全然もう割れないんで、次はもうそうですね、なんかゴムみたいなやつ塗ってビヨーンって塗って伸ばして破けるかちょっと検証動画作ります。これちょっとリベンジさせてください。チャンネル登録といいねとコメントですね、ぜひしてもらえたら励みになりますのでよろしくお願いします。じゃあまた見てねー。